しいって教えてくれた俺の先生なんだ。レキはいつも俺の想像を超えてくれた。同じこと思ってた。俺お前ともっと滑りたい。明日も明後日もずっとずっと俺も無限にレキとスケートしたい。無限って大げさだろ。最初に言ったのはレキだよ。スケートは無限だって。